皆さんこんにちは、坂本翔吾です。ウィーバーのピアノボーカル杉本です。ウィーバーのベース奥野です。ウィーバーのドラム川辺です。はい、初めて、フェルサブルータ見させていただきました。本当に項目ごとにすごくバラエティ豊かで、いろんななんかジャンルのショーをいっぺんにこう見させていただいたような、感じで、本当に見た後の満足感が、すごくありました。またぜひ、来日されるときは僕も見させていただきたいなと思っております。すごく楽しかったです。本当に1回で見させていただいて、もう臨場感がすごくて、次何が起こるんだろうっていうのが毎回毎回こう項目が変わるたんびに感じさせられて、すごく楽しめましたね。そうですね、今回このエンターテインメント、見ても楽しくて聞いても楽しくて、また触れても楽しいということが多分テーマにあると思うんですけれども、本当に臨場感あふれるステージで、特に今回フェルサブルータはということで、その日本のこの演目というかっていうのを海外の方たちがこうなんていうパフォーマンスすることによって、また新しい化学反応というかっていうのがすごく出てて、あれは多分日本人の方じゃなくて海外の人がやるからこそ出せるこの和というかっていうのがすごく表現されてて、すごく新しいものを見れてすごく楽しめました。舞台の上で何かが起こるだけじゃなくて、本当に目の前でもう水が飛んだりだとか、もう人が何かをしたりだとか、もう本当に素晴らしいショーで臨場感あふれる時間でした。そしてもうずっと目が離せない時間でしたね。皆さんぜひ見に来てください。